ネビラピンは、ヒノクレオシド系逆転写酵素阻害薬であり、HIV-1 感染症及びイエイズの治療に用いられる。商品名ビラミューン。他のコーレトロウイルス薬と同様に、ネビラピンを単剤で用いると速やかに体制が形成されるので、他に2種類以上のコーレトロウイルス薬を併用することが望ましい。基本的医療制度に必要な重要な薬品として、 風筆水薬品モデルリストに掲載されている。初回の高レトロウイルス治療の場合は、ネビラピンを含む散剤併用療法で効果的にウイルス量を低下させることができる。いくつかの臨床試験でネビラピンを含むハート療法は、プロテアーゼ素外薬を用いた治療法やエファビレンツを用いた治療法よりも効果的に HIV 量を減少させることが示された。 一部では、ウイルス量が多い場合や、CD42 が少ない場合の初期治療にネビラピンを用いることに懸念が示されているが、これらの患者でもネビラピンが有効であるとの報告も、ある。ネビラピンは、初期治療に失敗した場合の救済療法としても、有用で、特に初期治療に、NT を使用しなかった場合の、一つ以上のパイや、ヌクレオシド系逆転写構素阻害薬との、 併用療法が効果的である。ウガンダで実施された臨床試験では、母と子へのネビラピンの単回投与は、児童婦人の超短期投与と比較して、HIV 量をほぼ50%に減少させた。その後体で実施された臨床試験では、児童婦人にネビラピン単回投与を加えた軍の方が、児童婦人単独軍よりも予防効果が高いことが示された。 これらをはじめとする複数の臨床試験の結果、フーはネビラピン単回投与開発途上国での安価な垂直感染予防策であると認めるに至った。しかし、米国ではウガンダの試験には瑕疵があるとされ、2006年時点ではネビラピンの感染予防への使用は承認されなかった。だが、ハイブネット012試験の支持者らは、試験の瑕疵は、 事務官の不手際によるところが大きく、試験で得られたネビラピン単回投与の安全性と有効性の知見は、科学的に揺るぎないものであり、絶対に破棄すべきでないと主張した上、リソースに乏しいアフリカの研究者たちに、欧米と同じ水準のモラル、試験手順を求めるのは非現実的であり、科学界におけるアフリカの役割を過小評価し、アフリカでの科学の発展を妨げると論じた。 もう一つ、授乳中の垂直感染の防止を目的とした臨床試験が実施され、2011年3月に完了したが、投与開始後6週間から6ヶ月の感染率では有意差がついたものの、死亡率及び感染、死亡率では有意差はつかなかった。同試験は18ヶ月まで実施され、感染率の数字はネビラピン群の方が低かったものの有意差や傾向は、 見られなかった。この方法で最も心配されていることは、短回投与された母子の双方で、う気き体制変異が観察されていることであり、将来、う気を含む処方を用いた、際の効果が低くなる可能性が指摘されている。そのため、米国公衆衛生局タスクフォースは、母体への自動ジ人ラミブ人短期投与を推奨している。ネビラピンは重篤な肝機能障害のある患者や、 ケトコナゾール蛍光投与、蛍光否認薬を使用中の患者には近忌である。また服用後に過敏症、重篤な発疹、肝機能障害が発生した患者には、再投与は近忌とされている。国内、海外知見並びに製造販売後臨床試験で認められた副作用は通算で36.6%であり、主な副作用は、発疹、悪疹、嘔吐、頭痛、 経民、疲労、発熱等であった。重大な副作用としては、が、添付文書に記載されている。これらのうち、最も注意すべき副作用は、皮膚障害と肝障害であり、日本の添付文書では、警告欄が設けられている。重篤な皮膚障害、肝障害は投与開始から、おおむね6週間以内に発生する。2000年に、米国食品医薬品局は、 ネビラピンの添付文書に黒枠警告を設置し、肝不全を含む肝障害について注意喚起する様に指示した。一部の患者では肝障害リスクが許容できないほどに高く、米国保健福祉省はネビラピンの使用リスクが低く明らかに利益の方が上回る患者に限るよう勧告したが、2NN 試験で見られた CD4 数制限は大の患者に限られている。 2NN5 の臨床試験では CD4 数の多い患者について次の結論を導いている。この結論はネビラピンを含む治療の安全性は CD4 が多い患者でも変わらないことを示唆している。しかしウイルス量を測定可能な患者では CD4 数の基準を遵守する方が賢明であろう。米国公衆衛生局タスクフォースはネビラピンを 妊娠中に使用すると毒性が増加する可能性について注意喚起している。抗血核薬のリファンピシンを併用すると、シトクロム P450 のサイプ 3A 酵素が誘導されて、ネビラピンの血中濃度が低下するので、同時に服用すべきではない。日本の添付文書では、このタリファブチンについても同様の注意が記載されている。また逆に、 サイプ 3A 酵素を阻害する薬剤は、ネビラピンの血中濃度を上昇させる。ネビラピン自身は、サイプ 3A4 やサイプ2倍と6の誘導薬である。抗ウイルス薬であるエファビレンツ、インジナビル、ロピナビル、ネルフィナビル、サキナビルのほか、クラリスロマイシン、ケトコナゾール、ホルモン避妊薬、メサドンの血中濃度を低下させる。ネビラピンの立体構造ネビラピンは、 ヒヌクレオシド系逆転写酵素阻害薬に分類される抗レトロウイルス薬である。ヌクレオシド系ヒヌクレオシド系抗レトロウイルス薬は同じ逆転写酵素を標的としている。この酵素はウイルス RNA を DNA に変換する際に必須のウイルス酵素である。酵素の活性中心に結合するヌクレオシド系薬剤とは異なり、 活性部位から離れた、アンティポケットと呼ばれる部位に結合し、酵素の立体構造を変化させ、失活させる。ネビラピンが HIV-2 に無効であるのは、このポケットの構造が HIV-1 とは異なるためである。ウイルスの抑制が不完全であると、たちまちネビラピン体制が形成されてしまう。 ネビラピン等予後に観察される主な変異は Y181C と K103N であり、これらは他の NT でも生じてくる。NT のほとんどは酵素の同じ部位に結合するので、ネビラピン体制となったウイルス株は他の NT にも耐性を持っている。しかしリルピビリンやエトラビリンなどの第二世代の NT は、ネビラピンなどの第一世代 NT に耐性のウイルス株にも効果を示す。 ネビラピンは米国で最初に承認された。である。1996年6月に成人患者について、1998年9月に小児について承認された。欧州では1998年2月に、日本では1998年11月に承認された。ありがとうございます。